ポコミャジは、リーユー白書コラボが復活したぞー。ほんと、これにはびっくりだったわね。でも嬉しいのには変わりないな。今回は幽遊白書の後半のストーリーに出てくるキャラが、ガチャやクエストで降臨してるんだよね。特に欲しいキャラとかいるのか？個人的に一番欲しいのは読みだよ。まさかのアビリティ4つ持ちだものね。あとライゼンも強そうだから欲しいし、ムクロもかっこいいから欲しいよね。結局全員欲しいんじゃねえか。で、今回は何回引くのかしら？前回は確かコンプまで270連回したよな。そう、あの時コラボガチャの闇を知ったよ。だから今回は、とりあえず30連回してみて、一旦様子を見たいと思うよ。まあ今回はそれぐらいがちょうどいいかもな。結局クラマが一番評価が高いものね。さあ、まずはプート公園まで泊まるだろうね。その後にも泊まったらそれには期待ね。お、いきなりだね。まあこの辺は想定の範囲内ね。この後すぐ公園までも泊まるだろうな。コエンマか、それとも。やっぱりコエンマでした。さあ、こっからが本番ね。次に止まれば期待大だぜ。だから。じゃあ、ムクロゲットー。これはとっても幸先がいいわね。10連目でコラボの星5を引いてくるなんてな。よしよし、この勢いで読みも雷電も出しちゃおうかな。とか言ってどうせ爆死するんでしょ。これめっちゃありそうだから言わないで。でも、一番の本命は読みなんだし。あと20連で出るといいな。そうだね、あの性能はどうしても手に入れたいよ。クラマの追加でも嬉しいわよね。さあ、頼むから止まってくれよ。よっしゃったこれ。よー、読みたー。今日運良すぎじゃね。前回の170連は何だったのかしら。これであと雷電が来てくれれば、それはもう完全なる神引きと言っていいね。そしたら今回のガチャは完全に撤退ができるわね。ここまで来たら雷電も揃えたいよな。うん、最後の10連に思いを乗せるよ。とりあえず何気に爆死もないし、恐ろしく順調なんだよな。いや、そういうこと言うとフラグになるから。そして今回も確定演出は特になさそうね。いつになったら見れるのだろうか。これで止まればほぼ勝ち確みたいなもんだな。そんなに甘くありませんでしたー。まあ前回も半分以上が爆死だったし、これが通常よね。まあ確かにそうだわな。とりあえず、残った雷電を追うかどうかは、今後の評価と対応クエストを見ながら決めていこうと思うよ。なるほど、クエスト攻略に必要なら手に入れるってことね。そういうことです。みんなは今回のコラボガチャで何が出たかな、コメント欄に残していってね。それでは、ご視聴ありがとうございました。